はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、第3のビール、オリオンビールのスプラッシュビート、爽快な切れ味、沖縄製造、アルコール度数 5%、原材料が発泡酒、括弧麦芽とホップと大麦と米とコーンとスターチと糖類、スピリッツ括弧大麦、なんか似た、あの前回似たようなのを飲んだんだけど、それじゃないの。ほとんど、それのパクリみたいなもん。スペシャル X ってやつのパクリみたいなもんが。どう味が違うんだ。なんか似たようなあれだな。まあ、アルコール度数は 5% って、普通ぐらいだけど。今回の食べるものはチートスのバーベキュー味。肉の旨味と甘辛ソースがベストマッチ。サクサク、リズミカルな噛み応え。食べ出したら止まらない。まあ、チートスシリーズは結構美味しいんですけど。いただきまーす。でかっ。いや、完璧。なんか薄いぞ。なんか薄いぞ。なんか薄いな。なんか薄いな。なんか薄いな。スペシャル X の方がまだ美味しいな。薄い。しかも公式サイトに載ってないっていうパターン。公式サイトにこの商品の名前っていうか、説明載ってないんだけど、商品ラインナップとかって書いてあって、その一覧に載ってないときた。マジで。そんなのってある？まあ、たまにあるんだけどね。4月19日から発売。沖縄県内及び奄美地区で発売することになりました。あ、沖縄県限定なの。まあ普通に俺売ってたんだけど。普通にスーパーで売ってるんだわ。なんか、よくあるけど、北海道限定とか言っといて普通に売られてるからね。どこが北海道限定やねんって。普通に売ってるという。オリオンスプラッシュビートは、弊社が培ってきた醸造技術を活かして開発した、高発酵醸造による、沖縄の夏にぴったりの飲み飽きない、刺激感と爽やかな余韻がお楽しみいただける商品です。別に美味しくない。薄い。薄い。うん。薄い。
爽快な切れ味とか書いてあるけど、そもそも切れ味とか言ってるけど、大体そもそもコクがないので、薄いので、切れが、切れ味とか、そういう遺伝の問題なんだよな。そもそも薄い。薄いので、ほとんど味がしない。ね。だから、まあ、切れ味があるんだろうな。切れって結局ほら。切れってさ、あれでしょ。風味がこう、後残りしないってことでしょ。すぐこう、風味が、まあ、消えちゃうみたいな。ことでしょ。いや、だからそもそも消えるような風味自体存在してねえからって。そもそも薄いんだもんだって。そもそも薄いんだからさ、切れとかの問題じゃない。あ、薄。なんだこの薄さは。薄すぎてまともに味がしねえぞ。もうなんか、第3のビールを半分入れて、残り炭酸水で割ったみたいな、みたいな味する。ダメだこれ。薄すぎてまともに味しねえ。これお話になんねえな。薄い。切れとかの問題ではなかった。コクがない。甘みが、ちょっとないかな。香りもまるでない。薄い。これは、二度と買わなくていいレベル。ね。1212です。ご視聴ありがとうございました。